はい、こんにちは。今回はね、香川照之さんの話題ですけども、こういうふうに雑誌やメディアに取り上げられて、いろんな契約もこれからね、打ち切られることになると思います。えー、私はね、この香川照之さんに関しましては、まあ、こういったことはあんまりね、褒められたことではないんですけども、うん、当事者同士ではもう和解もしてますし、まあ、言ってみればね、あの、決して肯定するわけではないんですけども、現実として、男性が、 お酒を飲むようなね、キャバクラやホステスのいらっしゃる、ホステスさんのいらっしゃるようなね、飲み屋とかに行って、こういうことって起きてるんだろうなと思いますよ、たびたび。みんなが起こすわけじゃないですよ。でもちょっと調子に乗った方とか、まあちょっと大盤振る舞いして、えー、女の子にね、キャストさんにチヤホヤされるような方にしてみたら、その場のノリでちょっとした暴走することあるのかなと思うんですよ。 で、その中で、まあ、例えばね、ヘルプに入っていた女の子とかが、あの、他のベテランのキャストさんのノリについていけずに嫌な思いをしちゃったみたいなことも、いろいろとあると思うんですよ。これは香川照之さんのことを言ってるわけじゃなくてね。で、私がま、あね、広島の流れ川とか夜現りで飲んでいた時に、まあ、よく、よく起きうることっていうのはよく起きることだったんですよ。まあ、でも私たちみたいな無名な人間はね、 あの、何かこうやって取り上げられてバッシングされることもないんであ、この程度のことでってついつい思っちゃうんですけども、まあ女性にしたらね、冗談じゃないみたいなところもあると思うし、まあでもね、女性の色気を売りにするところだから、ある意味女性の方からこういうことを誘うこともね、なきにしもあらずじゃないかなとは、私は思うんですけども、どうでしょうかね。で、今回言いたいことはそういうことじゃなくって、あの、明らかにね、潰したい人を、こういったメディアなどを選んでいるってことなんですよ。 私が想像するに、香川照之さんっていうのは、まあ、トヨタのね、トヨタイムズの方でも出てますし、あのー、まあ、虫のね、博士であって、NHK でもね、人気番組持ってると思いますけども、まあ、なんかの形で、香川照之さんなりの男気が、既得権益の下切りに触れてですね、お前なんてやつを干してやるみたいになったんじゃないかなと思うんですよ。で、やれるもんならやってみろみたいな感じで、さらにお得意を見してね、俺が干されるわけねえだろう、 っていう風に香川照之さんは大筋ではすごくいい人で、信頼できる人で、あのちょっと茶目っ気もあるようなね、本当、柔軟な人なんですよ。だから本来だったら、こういうことを叩いて、香川照之さんの全部を潰すようなことっていうのはないはずなんですけども、それこそね、綾野剛を先にやれって話でしょ、ね、トライストーン、綾野剛をね先にやれって話じゃないですか、小栗旬のね、フルチン写真をね、アカウントバンしてる場合じゃないですよ。 そういうふうに考えると、意図的に潰したい人を潰して、木原官房副長官とかね、三木谷社長みたいな息のかかった人とか、そういう人は、まあなんていうの、既得権益でズブズブの人っていうのは、まあなーなーでやっていこうみたいな動きじゃないですか。香川照之さんは、あの、本当にそういうふうな既得権益に挑戦する人であればあるほど、鼻についてね、こういったあ文春法みたいなのを、 やらされたんじゃないかなと思うんですよ。もともとね、香川照之さんもこういうことやらなければ問題はなかったんですけども、皮肉なことに芸能人ってこういうふうなおいたもやるからこそ這い上がっていくっていうふうな、自分で風を起こしてるところもあるわけですよね。それがまあ弱みになっていくってこともあると思うんですよ。でも香川照之さんのすごいところは、これをね、ちゃんと認めて謝罪して和解してるってことを、あの、リスクを込みで報道してるってことなんですよ。 あとはマーケットがそれをね、どう捉えるか。香川照之さんもそういうこともあったけども、でもこれからも頑張って言うっていうふうにやっていくのか、それともね、綾野剛を7にしといて、香川照之潰しにみんな乗っかっていくのか、つまり弱い者縮もしていくのかってことだと思うんですよ。うん、ただやっぱりね、あの、こういうことしなければよかったっていうのは確かにそうなんですよ。でも芸能界を駆け上がる中で、ある意味ね、あの、こういったいたずら心をやらないと認めてもらえない瞬間もあるってことはあるんですよ。確かにね。 お前ノリの悪いやつだなぁって俺の酒が飲めねえのかとかねお前俺が用意した席でそんな何かしこまってんだよみたいな圧力がかからないとも限らないんですよその辺は私たち一般人にはうかがい知ることができません芸能界なりの特殊な環境でこそ時には羽目を外してまあなんかね女の子を軽く扱うようなふりをしないといけない時もあったりするわけなんですよねだから私たちの常識は通用しない世界なんでえー、それとは別の常識で動いてるところをね 私たちの常識に照らし合わせてひどいやつだっていうふうに手のひらを返したのはどっちの方なんでしょうかってことだと思いながらこの記事見てました、まあ、香川照之さんねもう新しい芸能活動なり発信活動をスタートしてもらいたいと思いますしこんなことでつまずいてほしくないなと思いますうんこんなことでねもう功績はでかすぎると思いますんで多分ねあの、まあ、トヨタの,あの販売戦略ハイブリッドかアメリカの方で販売停止になるらしいんですよ あの新しい法律ができてねつまり日本史上最後の砦たるトヨタ,タ自動車すら世界で潰そうとしている時に香川照之さんと豊田昭夫社長は果敢に立ち向かってくださっている世界の既得権益の挑戦者でもあると思うんですよもしかしたら今回のことってのは世界の既得権益から日本の既得権益に圧力がかかってトヨタもろともあいつを潰せみたいなことになったのかなというふうな都市伝説を感じますディープステート。